どうもです。今ですね、私はハワイに来ているわけでございますけども、まあ、A380 でね、こちらに ANA のやつで来ましたわけでございますけども、今回はね、ちょっと現地で面白いことをね、やろうかと思っておりまして、もうね、横の方は見ていただければ分かると思うんですけども、セスナ機をちょっと操縦させていただこうかと思っております。岡田さんでございます。あ、どうも岡田です。よろしくお願いします。はい、じゃあ私も大の小野田さんのファンで毎回欠かさず動画を見させていただいている。はい、今回ではちょっとよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、それでハワイなんですけど、こうセスナ機をまあね、私、まあ、そんなね、運転免許証ぐらいしか持ってないんですけども、運転ってできるもんなんですか？でもそうですね、実は飛行機の操縦は車よりも実際簡単で、そうなんですか？信じられないですけど、なんでかというと、実は車と違って飛行機はこう対向車も来ませんし、本当に自分さえちゃんとしっかり飛んでれば、うまく飛ばすことができますので、本当は肩の力抜いてリラックスしていただければうまく出ますので。でも免許とかって、でもそんなね、普通だったら多分日本とかだったらいるんじゃないですか？そうですね、日本だとまずやろうと思ったらまず申請って形になってしまって、まず手続きから非常に大変なんですけども、アメリカですとこう横にインストラクターの資格持ってる人が乗れば、もう誰でもすぐできちゃいますので。あ、本当なんですか？いや、それ聞いた時信じられないなっていう。なんか本当アメリカならではのアクティビティですねってことですね。それで僕ちなみにこう見えても実は高所恐怖症で、高いところが大の苦手で、セスナ機とか乗ったらね結構厳しいかなっていうふうに思ってたんですけど、どうなんですかそこら辺は？意外とですね、飛行機はこう動きますので、普通にビルの高いところとは違って、意外と乗ったら大丈夫だと思いますね今日その辺もぜひこう楽しみながら飛んでいただければと思います。ね、はい、子供もできるんですよね、だからこれに関しては。そうですね、子供もできるんですけども、ただどうしてもやっぱりお子様は背が低いですので、はい、この飛行機足のペダルもついてるんですけども、はい、足のペダルまではちょっと届かないかもしれませんけども、ぜひこの上の掃除のね、この掃除感だけやっていただきたいと。そういったのもできるのはすごいですよね。はい、今朝の7時22分ということで、かなり早いんですけども、まあ、今回ね、ちょっとお付き合いいただけるということなので、はい、ちょっと早速なんですけど、僕もがもう飛行機レビューで、ね、普段させていただいてますけども、実際にじゃあ飛行機を運転してみようと。そうですね、今日小野田さんがパイロットになっていただく番ですってことですね。ぜひ、はい、楽しんでいってみましょう。怖いですけども楽しみたいと思います。ではよろしくお願いします。こちらよろしくお願いします。今回のルートというところを、まあ、紹介してもらってもよろしいでしょうか？はい、本日ですね、小野田さんが申し込んでいただきましたのは60分コース1時間ですので、はい、まずホノルル国際空港ですね、ホノルル国際空港に離陸していただきます。その後、今日は天候が比較的いいので雲が頑張られませんので、こう東回りでちょっとぐるっと回っていきたいと思っております。はい、はい、でも東回りで回るんですけども、まずこのワイキキダイヤモンドを通過していただきまして、オアフ島の最も南東部に出ていただきます。マカプー灯台というのがありますので、ここを坂にぐるっと曲がっていただきまして、ラニカイビーチやこうカイルア湾というところを通過しまして、海軍がありますカニオヘというところを通過いたします。でそのままずっと北上していただきますと、この辺がなんかモルモン教の人たちが住んでいるエリア、一つの集落が、はい、ありまして、でこっちの方に来るとこうエビの養殖場ですね。なんでかというとこの辺はノーシュアって呼ばれるところなんですけども、ノーシュアは非常にこうガーリックシュリンプが有名ですので、そのエビは実は海で取れてるんではなくてエビ養殖されてるんですね。そのエビの養殖されてるこう田んぼとかを見ていただきながら回っていただいて、最後はこのパイナップル畑ですね、パイナップル畑を通りまして、まあ、ドールプランテーションというところもありますので、パイナップルのメーカーですね、ドールで、それも通過しまして、ずっと南下して、最後は真珠湾を突っ切って、ホノルルに戻ってくると。おお、それをもう1時間で行ける、オアフ島、なんか 半周ぐらいはできるよ、ね、そうですね、半周ぐらいできてしまいますので、結構飛んでいただきますと、オアフ島広いようでも、意外と狭いなっていうのを感じると思いますので、はい、まあ、その辺もちょっと腹で感じていただきながら、行ければと思っております。わ、はい、かりました。ここがセスナ機とかいろいろあるようなところらしくて、お、あんな感じで普通に押したりしてますね。でも時間帯によっては本当こことかも旅客機が通りますので、ああ、そんなに迫力があるところで、歩けるんですね。日本みたいに展望デッキとか行かなくてもここで撮れちゃうから、ね、あ、そういうことですね。おお。そう、離陸と着陸はやってくれるんですよね。だからそういや体験なのでやってます。やるんですか？そうなの？そこまで やらせるんですか？やらせます。すごいですね。今回の、まあ、飛行機なんですけど、こちらになるらしくて、
まあナンバーがね747ということで、もうちょっと縁起がいいですね。あ、すげえ、あそこにデルタ航空がちょうど着陸しておりましてこんな間近であの飛行機をね、まあ見ることができますねいやー、これだけでも価値あるなはい、というわけで準備してもらっているあの最中でございます。ではちょっと待っときましょう。これは4人乗りですね。あ、4人乗りなんですね。ちなみに小野さんの A380 もこの滑走路つきましたね。ああ、そうなんですね。いただきますので、はい、頭ぶつかないようにしてちょっと見て、あ、分かりました。はい、左手ここ持って一回スパイダーします。ずっと前行きます。はい、前シートベルトしますね。ちょっと前ごめんなさい。早朝でほとんど風がないのでね、大きく激しく揺れることはそんなにないとは思うんですけどもね、上空もしくは山の近く行ったりするとちょっと揺れる場合もあります。だから揺れても特にフライトに支障はありませんのでね、その辺も大丈夫かなと思います、はい、フライト中ね、ここちょっと写真撮りたいなっていうような場合遠慮なく言ってください、マイクをずっと口元へお願いします。このマイクを通して機内で会話ができます、はい、ここにボリュームコントローラーありますよね、はい、これでいいようにコントロールしてくださいね、はい。たまに簡単に飛行機の操縦法を説明したいと思うんですけど、わかりました、はい、じゃあもう一度操縦から握っていただきまして、はい、ね、さっき言ったように車と同じで非常に簡単なんですね、はい、まずこの操縦桿をこう左傾けていただきますと、はい、飛行機は左に旋回します、はい、で右傾けると飛行機は右旋回します。はい、そう、こんな感じですね、はい、で今度この操縦桿をこう手前引っ張っていただきますと、はい、まず飛行機はこれで上昇という感じで、はい、その逆で押すと下がるというか、そうですね、はい、そのイメージですね、はい。で上空行きましたら小野田さんにはこの操縦桿だけでも全部コントロールしていただくんですけども、はい、この際の注意点としましては、一気にこうガーッて引っ張ってしまいますと、はい、こう戦闘機みたいに一気にグイーンって上がってしまいますので、はい、まあ、大きな動作は避けていただいて少しずつゆっくりやってみましょう、まあ、言葉にするとまあじわじわじわって感じですね。そう、こんな感じですね、うん、こんな感じでゆっくりやっていただきますと飛行機安定して飛ばすことができますので、うん、本当少しずつするのがポイントですね、はい、であとはですね、今日せっかくなので飛行機の離陸から小野田さんにお願いしたいと思っております。はい、本当にできるんですか、やっていいんですか。そうなんです、ところが、ね、案外離陸も簡単にできちゃうんですけども、信じられないですね。ただですね、やっぱりあの A380 と違ってプロペラ機でパワーがないので、はい、一気にこうグイーンと上がっていきますので、はい、本当にこう軽トラが坂道登るような感じで、はい、ゆっくりゆっくり上がっていきますので、あ、そうですね、はい、まあ、そこはちょっと辛抱強くね、ゆっくり行ってみましょう。わかりました、はい、滑走路はだから普通の飛行機と一緒のところを使うってことですね。そういうことですね。ホノルル国際空港なので旅客機と一緒に混じって発着しますのでそれも一つの、まあ、魅力だと思いますねいや緊張だな、それは。わかりました、じゃあ楽しんでいきましょう。はい、了解です。あの、相当機械音痴なんで、あ、いえいえ、本当にだからもう全然やっていただいて大丈夫なんで、もうこいつダメだなみたいな、まあ、あ、いえいえ、本当にうまい下手はあんまり気にしないで、あ、了解です。楽しむことメインに行きましょう。了解です、わかりました。はい、じゃあ早速行ってみましょうか、はい、エンジンスタートの準備からお願いしたいと思ってますので、はいはい、まずこの真ん中の赤いボタンをこう押しながらグーって押し込んでいただけますか。はい、はい、OK ですね、はい、そしたら今これで燃料がエンジン向かって流れてる感じですね。はい、はい、なるほど。そしたら今度電源オンしますので、はい、この赤いスイッチを両方ともオンでお願いします。はい、 OK ですね。そしたら電源入りました、ね、あ、なるほど。そうしましたら今度ここに黒いレバーありますので、はい、これ軽くで大丈夫なので、はい、一番奥までこう1回2回と、2回お願いできますか。1回ともう1回ですね。はい、1回 OK ですね、はい、そしたら今度はエンジンかけるよってことを外に伝えますので、はい、外に向かってスタートって言いましょう。はい、スタート OK ですね、はい、はい、エンジンかけます。おー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 、
で、バッチリですね。じゃあ、そしたらそこ曲がるところまでやりますので、はい、じゃあ曲がりましたら、地上はですね、操縦桿ではなく、足のペダルを使って、下段ですね。はい。はい、
次バージョンなので大丈夫ですよね。おー、このまま墜落しそうですけど大丈夫ですか。意外といけたんです。ゆっくり近づける感じがありますので今上ですね。この感じですね。あ、いいですね。これはゆっくり近づけますからね。まずこれ電源オフしますのでこのボタンをオフにしてみましょう。ごめんなさい、はい、あ、大丈夫です。はい、じゃあ電源もオフですね。はい、じゃあ鍵をオフで抜いちゃいましょう。あ、はい、 OK ですね。そうしましたらヘッドホンも外して OK です。おお、どうもお疲れ様でした。あ、お疲れ様です。運転おりました。まあいろいろ思うことあるんですけどそれはまたちょっと後で、ね、とりあえず無事に墜落しないでよかったです。そんな感じでこういったものもらいました。はい、ありがとうございます。無事セスナねできました。先ほど一緒にいろいろ教えていただいたというか操縦ねフォローしていただいた岡田さんとはもうあの別れて次のお客さんもいるということだったんで、それでまああの岡田さんとはまた夜にあのちょっとねお話とかいろいろする予定なんですけども、いやあんな感じでねとりあえず運転操縦がねすることができるんですね。めっちゃ汗かいてね、私だから先ほど多分言ったと思うんですけど高所恐怖症なんですよね。まあですけどもまあなんとかギリギリいける感じですかね。若干でもやっぱり怖かったです正直ちょっとだけ。うん、だからねそういった方々も頑張ればできるかなって。僕も、ね、相当バンジージャンプとか飛べない、ジェットコースターもねなかなか乗れない人間なんで、それでもまあ空に上がればこう非現実的なね世界が見えるんで、なんかだから逆にその分まだマシになったのかな。あとはまあ私あのね見ていただいたら分かると思うんですけど、あんまり運転とかもねあの車の苦手なんですけども、それでもなんかこうゆっくりやればちょっとめっちゃに汗がかいてたんですけどもできましたね。あと楽しかったです。うん、やってみるとまあ今思えばまあいい経験になったなってみたいな感じで思いまして、いや本当にだから日本ではできないような体験をまあああいったねあの感じでできます。私今回旅行会社のベルトラっていうところがあるんですけども、まあ、そこ経由でねあの申し込んで、ぜひともねあの興味ある方ハワイ来た時に申し込んでいただきたいんですけど、だいたい1人230ドルか40ドルかそれぐらいで申し込みすることができましたね。まあそれで1時間とか2人とかで1時間コースそれぞれ申し込めばオアフ島一周できるとかね、そういったこともできるんで、まあぜひともこうハワイ来てねアクティビティとかまあそういったのであの興味ある人は申し込みしてみてはねどうでしょうか。いやー本当でもねあんな感じなのかみたいなね、うん、そう飛行機の運転がちょっとねいろいろ感動でございますけど、ハワイでしかできないようなねまた体験をさせていただくことが、まあ、できました。まあ、この動画面白かった役に立ったって気がしても高評価チャンネル登録お願いします。またツイッターインスタグラムブログやってますフォローとチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じでね今回の動画終わりたいと思います。それでは。